県観光物産館で販売されているのは、福島の桃を贅沢に使った2種類のクラフトビールです。国内外から高く評価されている福島の桃の美味しさを発信しようと、福島市と気仙沼市のブルワリーが手を取り誕生しました。その名もスクイージーピーチ。フルーティー。ビールってよりは桃の味の方が強い感じ。美味しいです。福島の桃と、あと福島でも美味しいビールがあるんだよということをちょっとお伝えしたいなと思っています。このビールは物産館のほか、醸造しているブルワリーでもあさってまで販売され、売り切れ次第終了だということです。